すっげえ。さすがに死んじゃいねえよな。これ全部キリュウがやったってことなのか。なんだあいつら、ここがどこか分かってんのかよ。野次馬にマスコミもいるのか。片木が堂々とあの門をまたぐとはな。あ、キリュウだ。じゃあ待ってくれ、キリュウがやったのか。すげえ、青龍会が解散計画出した途端殴り込みかよ。イカれてんねん。キリュウさん、こっち向いて、ちょっとちょっと、こっち向いてください。それでは日本の核廃棄物を引き受ける決断をしたパレカナの教祖ブライス・フェアチャイルド氏とは一体どのような人物なのでしょうか。もともとパレカナという教団はボランティア団体としての側面が強くてですね、それがブライス氏が代表となってから慈善事業により一層力を入れています。ブライス氏は常々全てのよるべなき者によすがおうと訴えており、今回の決断も核廃棄物というよるべなきものを受け入れたという見方ができるのではないでしょうか。やれやれ、すっかり英雄扱いだな。ああ、何よりラニの命が危ねえ。一刻も早くネレ島に乗り込まねえと。だけど、どんなに探してもネレ島なんてないね。図書館も当たってみたけど、そこでもわからなかった。島の場所が分かったところで意味がないよ。教団の船か許可を得た船以外は沿岸に近づくことも許されないって話さ。あそこで何が起きようが世間には知られないんだよ。ネレ島が丸ごとブライスのブラックボックスってわけか。なんだよ、じゃあもう探しても無駄じゃねえか。またそういうこと言う。いや、トミーの言うことも一理ある。これ以上ネレ島を探しても拉致が開かねえかもな。一番まで、いや、探す先を変えてみるのはどうかと思ってよ。ネレ島じゃなくてネレ島に行く船を探す方が早いんじゃねえかな。船？廃棄物の埋蔵施設を建設するような島が自給自足で暮らしてるとは思えねえ。島じゃ手に入らないものはこっちのハワイ本島から調達してるはずだろ。その船に忍び込めばネレ島に行けるはずだ。物資の輸送船か。確かに離島には必要不可欠だな。そういえば昔そういう船が行き来してるって話はブライスから聞いたことがあるわ。だけどそれがどんな船でどこから出てるかまでは。そんなら目星はつくぜ。この辺りでそれなりのサイズの船を止められるのはハーバーストリート沿いのマリーナだけだ。よっしゃ、行ってみようぜ。だけどその船がパレカナの名前を表に出してるとは思えない。あんたたちじゃなくても興味本位のジャーナリストが忍び込みかねないからね。きっと他の船に偽装してるはずさ。任せとけって、ダチがマリーナで働いてんだ。古い仲だし、そいつに聞きゃ怪しい船がわかるはずだ。頼もしいじゃない。ヤマイ、あんたここでアカネさんをかくまっちゃくれねえか。ブライスはアカネさんのこともまだ狙ってるはずだ。お前一番、こいつのことそんな信用していいのかよ。こいつがアカネさんをパレカナに差し出すかもしれねえぞ。大丈夫だよトミー、そんなことにはならねえ。どうしてそう思う。富澤君の言うことはもっともだ。そのばあさんを差し出せばここら一帯の支配が約束されるからな。なあ、でもあんたはそうしねえ。だってあんたブライスが嫌いだろ。
あんたは嫌いな奴への嫌がらせに全力出すタイプだ。違うか？よくわかってらっしゃる。あかねさん、ちょっくら行ってきます。気をつけて。うっす。茜さん、前よりなんか打ち解けた感じじゃねえか。そうか。親子っていうにはまだぎこちねえけどな。ま、時間はあるさ。気長にやりゃいい。かもな。ありがとうよ。怪しい輸送船。定期的にここに来て荷物を大量に積み込むような船だよ。何か心当たりねえか、高田。久しぶりに会ったと思ったら変なこと聞くな。探偵でも始めたのか、お前。こっちは急ぎなんだ。心当たりあるのかないのかどっちだよ。まあそういう船は一隻だけあるな。昔から半月に一遍来るやつで、今朝も入港してきたぜ。マジか。今も止まってるのか。なあ、止まってるよ。船員は出払ってるみたいだけど。そいつはタイミングがいいぜ。案内してくれるか。いいですよ、こっちです。これで貧乏なら大したお手柄だぜ、富澤。ま、俺はこう見えて顔が広いんでね。あんた、トミーの古いダチなんだってな。ええ、まあ。でも、同じ日系ってだけの腐れ縁ですよ。うるせえ。そりゃこっちのセリフだ。それにこいつとは随分久しぶりに会うもんで。春日さんの方がこいつのこと詳しいと思いますよ。顔が広いのと仲がいいのは別の話みたいね。結果オーライなら何でもいいだろう。高田さんよ。はい。なんで俺の名前知ってんだ。確か自己紹介してねえよ。高田、どうなってんだ。悪魔よ、聖なる炎に清められぬことを。まさかお前らもパレかな。マジかよ。我らにネレシンの加護があらんことを。沈めてやる。戦闘準備完了。よーし。調子が出てきたな。次は俺もまだまだ攻撃を。よし、上昇上昇。俺もまだ若いね。これが俺の真骨頂よ。また強くなっちまった。高田、お前いつからパレカナに。いつから。バカ言うな。生まれた時からだ。え、パレカナの教えはハワイの隅々にまで浸透しているのだ。そして俺のように栄誉ある伯に選ばれた者は、来るべき時に備え、あえてこの汚れた町に身を潜めているのだ。お前が伯だ。伯に選ばれてネレ島に渡ったはずの信者を街で見かけたって話、養護施設のデイナさんもしてた。ブライスにとって
ハクってな、洗脳済みの信者って意味でしかないんだろう。いつでも都合よく扱える駒だってのか。ふざけやがって。ブライス様の号令は下った。お前たちはもうどこにも逃げられない。全てはネレシンの御心のままに。毒を仕込んでたんだ。ブライスはここまでさせるのかよ。てめえの都合のために何も知らねえ人たち。輸送船らしき船は見当たらねえし、警察に見つかったら面倒だ。まずはこっから離れよう。はあ、新さんよ、頼むぜ。こいつを天国に連れてってやってくれよ。私たち、まさかここまでブライスの支配が及んでたなんて。ああけどよ、なんで今なんだ。うん、俺たちはラニがもうネレ島に連れて行かれたんだと思ってた。でももしそうなら、ブライスが信者をけしかける必要はねえんじゃねえか。俺らはネレ島の場所も島への船も見つけられてねえんだ。それもそうだな。
もしかするとラニはまだホノルルシティにいるんじゃねえのか。ありえるな。これからラニを連れていくって状況ならパレカナにとって重要な局面だ。だから唯一の障害になりうる俺たちに隠れ信者ってカードを切った。いい読みです。さすがですね、春日さん。ただし声はもう少し抑えた方がよろしいかと。半純次、お前来てたのか。どうもこんなに太陽を浴びたのはいつぶりでしょうかね。はじめましてお二方、半純次と申します。日本でコミジュルという組織を運営しておりまして、春日さんとはその縁で。敵じゃねえってことでいいのか。そうみたいね。以後お見知りおきを。ソンヒは常にあなた方の動向を気にされています。ああ見えてなかなかおせっかい焼きなんですよ。ソンヒは偉人町でキリュウさんたちをサポートしてるんだよな。ええ、あちらにはハンピン・リューマンの長もいます。そこでソンヒはハワイの援軍として私を使わしたんです。一昨日のことです。そうだったのか。だったらすぐに会いに来いよ。ソンヒが私に命じたのはネレ島への移動手段を解明することです。つまり俺たちが今探してる輸送船のことか。ええ、騒動の舞台がネレ島に移れば春日さんらは完全に手詰まり、そうなる前にパレカナの移動手段を抑えよというのがソンヒの命令です。まさに今そういう状況よね。それで輸送船を突き止められたのかよ。こちらを見てください。某国の人工衛星をハッキングして撮影した衛星写真です。こちらがネレ島です。これがネレ島。昨日撮影された写真ですが、ネレ島の港から一隻の船が出ています。時間を進めてこの船の行き先を追っていくと、向かった先は我々のいるこの島です。船の形状から見て物資調達の輸送船でしょう。ただし今回に限ってはラニの移送が目的と思われます。この船は今どこに。ホノルル湾の西にある崖の中に姿を消しました。おそらく上空からも見えない崖の狭間にパレカナの船着き場があるのでしょう。それ以来船が出てきた形跡はありません。つまりラニはまだ移送されていない。よし、早速ここに行こうぜ。ラニが船着き場に連れてこられるのは間違いねえんだ。そうしたいところですが、高さ200メートル、傾斜は90度に近い崖です。専門家でもない限り降りるのはまず不可能でしょう。だったらパレカナはいつもどうやって物資を船に積み込んでんだ。陸地から船着き場につながる隠し通路があるはずですが、どんなに衛星写真を調べてもそれらしい道は見つけられませんでした。おそらく地下通路なのかと。地下通路。あ、どうした、ちーちゃん。前に私一人で第五地区に入ったでしょ。ああ、俺から身ぐるみ剥いだすぐ後の話だよな。その思い出し方、まあさておき、あの時第五地区の地下を通ってドワイトのホテルに連れてかれたんだけど、ホテルとは反対の方向にも地下通路が伸びてたの。あっちには何があるのって聞いたら、バラクーダのやつが俺たちにはあまり関係ねえって。その時は大して気にしなかったけど、もしかするとそれが船着き場につながる通路。ブライスがバラクーダを操ってることを考えるとその可能性は高いな。ってことは俺たちまた第五地区に入るのか。あそこは敵の家中だぜ。そうじゃなくったって今や町中が敵だらけさ。隠れ信者か。
畜生。行くも地獄、戻るも地獄ってわけね。同じ地獄なら気合い入れていくしかねえだろう。そう来なくっちゃ。本当に春日さんは不思議な人だ。どこにいようが手ごわい敵と頼もしい仲間を同時に引きつける。実に羨ましい。できりゃ敵は勘弁してほしいんだがな。ところでおめえ、パレカナの船が解明されたからって日本帰るつもりか？まさか。お邪魔でなければ私もご一緒させていただけますか？当たり前よ。その言葉を待ってたぜ。春日さん。なあ、わかりました。おう。おう。
なんだと？へえ。ちょっと。そうですね。お。ほう。ええ。いえ。はい。おい。おう。春日、ああ、ええ、調子いいね。ようやく第五地区か。しかしいくら隠れ信者とはいえ、一般市民を相手にするのは気持ちのいいものではありませんでしたね。Survivors. I want every one of them gutted and left to rot in the sand. 見た目も中身もこんだけイカつけれ、今度は気持ちよく戦えるんじゃねえのか。それでは心置きなく暴れましょう。行くぜ、正面突破だ。Your next fighting ball. 戦闘準備完了。よし。一杯やりたい気分だぜ。What the hell you want? You dolt! やんのか、この野郎。調子がいいぜ。攻める気だ。はい、始まりました。まだまだ調子だぜ。
Nosy bunch of chumps. You think you can move in on us? Think again. You're outnumbered. Better start saying your prayers. もう後戻りはできませんよ。もともと戻る気なんかねえよ。お変わりないようですね。それでこそ春日さんです。ありがとうよ。そんじゃ一緒に暴れるとしようぜ。ええ、お任せを。呼びしてコメントある。やんのかこの野郎。よし、はあ、私の出番ね。覚悟。よし、上昇、俺もまだ若いぜ。また強くなっちまった。また成長しちゃった。吸収が早いのよね。くそ、キリがねえぞ。さすが想定以上の戦力ですね。シャネ、一旦どっかに避難するか。ねえ、あそこ入れそう。ついてきて。今度はいいが、そこら中ボロボロで気味が悪いな。バラクーダの拠点ですから油断せずに参りましょう。真骨頂よ。開けてみるか。開いたぜ。
奥から海の音がする。いよいよ船着き場かもしれない。ええ、何が起こってもおかしくありません。準備は万全にしておきましょう。開けてみるか。やったぜ。嬢ちゃん、お船に乗ってネレ島まで旅行だよ。何？カスガ、ここまでたどり着くとは大したものだよ、カスガ。来て早々申し訳ないが、今来た道をおとなしく引き返してもらおう。さもなければ、このお嬢ちゃんがどうなるかわかるよ。そいつはあんたにとっても都合が悪いんじゃねえか。きっとあんたが教祖様から受けた命令はラニを生きたままネレ島に連れてこいだったはずだ。エイちゃんもラニを本気で殺すつもりがなかったからな。図星だろ。ブライスの言いつけを守れなきゃ粛清されるぜ。お前はあいつの手駒に過ぎねえからよ。愚かな連中だ。覚えておけ。私に非道な決断をさせたのはお前ら自身だということを。何？カスガ！クソ！よくやった。強い子だよ。昔から聞き分けのない子供は大嫌いだな。だがそれ以上に嫌いなのは浅はかな正義感に酔いしれた大人だ。知ってるか、ハワイじゃ毎年サメに襲われる人間が 3,4 人ほどいるんだ。だが今年はその数が倍以上に増えそうだ。貴様ら全員生きたままサメの餌にしてやる。さあ行きますか。私の出番ね。覚悟。集まれ。もう、もう、もう。覚悟。オーガー
ありがとう。行くぜ行くぜ。もらった。ほら。
たな。黙らせてやる。全力で行くよ。また強くなっちまった。鍛錬の成果です。もう安心していいぜ。悪い奴らはみんなお昼寝の時間だ。春日さん、怖かっただろう。怪我者してないか。大丈夫か。そうか、茜さんも心配して待ってる。俺たちと帰ろう。うん、あのどうもありがとう。お安い御用だ。